ロマン・アブラモビッチ・ロマン・アルカディエービッチ・アブラモビッチは、ユダヤ系ロシア人の実業家。個人的な投資会社ミルハウス・キャピタルのオーナーであり、加藤資本家の一人。また、ュク知事、地区ンク知事を務めた政治家でもある。ホーブスによれば、187億ドルの純資産を持っている。また、プレミアリーグのチェルシー FC のオーナーも務めている。 1966年10月24日、サラトフに生まれる。彼の母イリーナは、彼が1歳の時に、彼の父アルカーディは3歳の時に死んだため、彼は孤児として育った。1992年から商売を始め、特に石油取引企業で手腕を振るい巨万の富を得る。ボリス・ベレゾフスキーが設立した石油企業シブネフチや自動車販売を中心とする複合企業。 ロゴバスの管理を任せられる。1995年にベレゾフスキーと共同で PK トラストを設立。1996年9月から渋フ淵取締役。その他、アルミニウム企業作用手のルサールも掌握していた。2002年から2005年にかけて資産の大半をかなりの利益で売った。特に、 ミルハウスキャピタルは、渋ネフチの株を130億ドルでガスプロムに、ルサールの株を20億ドルで、オレングデリパスカに売った。1999年12月の下院選挙で、渋地から立候補し当選した。翌2000年12月には、渋地自治官区地選に立候補し当選した。2001年5月、渋ネフチの重役が関与した汚職事件に関連して、 検察当局から取り調べを受ける。ベレゾフスキーに対しプーチン政権は対立姿勢を見せ始め、ベレゾフスキーは国外に逃亡した。アブラモビッチはプーチン政権に対しては沈黙を守り、プーチン政権との関係は比較的良好と言われていたが、次第に彼に対しても圧力がかかり始めていると噂されている時にロシア最大手の石油会社だった。 ユコスのミハイル・ホドルコフスキー社長が逮捕された。チェルシーの試合を観戦する、アブラモビッチ直後の2003年7月に、イングランドのサッカークラブのチェルシーを買収。約160億円とも言われる負債を返済し、ポケットマネーで、次々と有力選手を獲得する。それまで一部の政治、経済人等にしか認知されていなかった人物が、人世にして、 世界中から注目を集めた。当時、オリガルヒに対するプーチン政権側の強行策には、欧米側による批判があった上、オリガルヒの資産国外流出を招くと懸念されていた。しかし、アブラモビッチはその後も、プーチン政権と、良好な関係を維持し、2005年10月に、プーチン大統領より、宿地事、治官区知事に再任された。アブラモビッチは2006年から、 畜地自治官区知事辞任を請願し、2008年7月3日にドミートリー・メドベージェフ大統領によってそれが承認されたため知事の座を退いた。しかし今度は畜地自治官区の地方議員に就任する用地元から強く要請されたため、畜地自治官区地方議員選挙に立候補し、同年10月13日、96.99%の高得票率で当選して、 議長に就任した。2013年5月7日、高級公務員のロシア国外での金融資産保有を禁ずる連邦法が成立し、同法の遵守を理由に施行前の7月2日に議員辞職した。2007年からの世界的な金融危機では203億ドルを失ったとされ、ホーブスの億万長者ランキングでは2008年度は15位だったが、2009年度は51位と、 大幅に、ランクを下げた。車用機のボーイング767アブラモビッチは3回、結婚しており、最初の妻オリガとは1987年12月に、結婚するも1990年に、離婚。2番目の妻イリーナと1991年10月に、結婚するも2007年に離婚した。2006年10月15日、ニュースオブザワールドは、 イリーナが夫アブラモビッチとテニス選手、マラトサフィンの元恋人であるダリアズコアが親しい関係にあるという報道を受けて、イギリスの二人の離婚弁護士を雇ったと報道した。彼らは2007年3月に世界最高額の60億ポンドの遺写料で離婚したと大衆誌などが報じている。アブラモビッチ自身は3月13日に代理人の声明により、 離婚した事実のみを明らかにしたが、離婚の条件などは公表していない。その後に愛人のダリアとは再婚したが、2017年に離婚した。ありがとうございます。